父ちゃん、母ちゃん、行ってまいります。うん、乱太郎、何のためにお前を忍術学園に入学させたか分かっているな。はい。残念ながらうちは先祖代々平忍者だ。父ちゃんもじいちゃんもそのまたじいちゃんもそのためにずいぶん苦労してきたんだよ。だからお前は一生懸命勉強して立派な一流の忍者になるんだぞ。はい、頑張ります。何があっても夏休みまでは帰ってくるんじゃないよ。はい、行ってまいります。乱太郎、体にだけは気をつけるんだよ。乱太郎、ファイト！新1年生集合。はい。よし、みんなついてこい。はい。こうして私たちは忍者の卵、忍たまになりました。1年は組の諸君、皆さんは今日から忍術学園の生徒です。一流の忍者になるため卒業まで6年間一生懸命勉強するように。よろしくお願いします。これより学園長先生のお言葉をいただく。心して聞くように。でこら、寝てんじゃねえ。は
始まる前に寝るやつがあるか。おきんくん、おお、ムクトミシンベ A 型の大志田、大商人の息子です。趣味は食べることと寝ること。寝てなさい。お前はなんで子供背負ってんだ。アルバイトの困りです。バイト、よし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 、このおじちゃんは怖くないんだよ。節のキリマル B 型のお羊だ。キリマルは戦で村を焼かれ、お父さんもお母さんも殺されて一人ぼっちに。でも合戦でお弁当を売ったり、アルバイトで学費と生活費を稼ぎ出している偉いやつなんです。先生ちょっと手伝って。ああ、よし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 。それでは学園長先生のお言葉をいただく。どうぞ。体力の足りん分は根性でカバーせよ。それだけじゃ。では頑張れよ。なんだかわからないけどすごい。学園長、生徒の前でええカッコするのはやめてください。しんべヱは頭が固いので心配はご無用です。やっぱり忍者はラーメンだよね。よいぞ。忍者は身軽でなければならん。こんな崖もへっちゃらで登っちゃうのだ。どうやって？しんべヱ、頑張れ。そうだ、俺たちがついてるぞ。そう言われても、もうしんべヱ、なんだろう。
君たち二人を巻き添えにできない。このロープを切ってくれ。バカなこと言うな。そうだ、うん、俺たち友達じゃないか。え、友達。死ぬ時は一緒だ。君たち、え、そういうセリフはもっと高いところ登ってから言いなさい。そう、はい、そうですね。本日は火器についての講義を行う。予習してくるように言ってあったが、乱太郎どうだ。あ、はい。火器は合弁花類。柿の木科の植物でいろいろな品種がある。違う。柿とは火薬の爆発力を利用した武器のことである。柿の種類は250種にも及ぶのだ。さてこれは宝禄火矢という手榴弾である。我々が使う黒色火薬は感度も低く爆発力も小さいため、投げつけただけでは爆発しない。導火線に点火しなければ爆発しないのだ。先生、導火線に点火ってこんな風に。しんべさん、刀だ。これに憧れてたんだ。こりゃこりゃ、刀を背負ってはいかん。え、刀を背負うとだな。乱太郎、軒下に忍び込め。狭いところに急に潜れないし、転がるときに邪魔になるし、唾が背中にめり込んで痛い。ほら、痛い、やめて。マジに、マジに。聖徳太子の部下に忍びと呼ばれる者がいた。字はこうだ。忍術は日本初期推古天皇の時代から存在すると言われていて、日本に古くからあった修験道や陰陽道と深い関係があった。修験道を開いたと言われているのが縁の行者という人物だ。字をこう書く。縁の行者は不思議な力を持っていて。なんだあれ。空を飛んだり鬼を使ったりした。さてここで1年生について説明しておきます。1年生はイ・ロ・ハの3クラスがあります。私たちは組は多分なクラスです。ついでなのではぐみのみんなを紹介しておきます。学級委員長の黒木正大門、趣味はお茶、生物委員の佐竹虎赤、ひなわ銃が大好き、同じく夢咲三次郎、からくり好き、作法委員の笹山平太夫、これもからくり好き、火薬委員の二の狂伊助、後片付けが得意、会計委員の加藤団蔵、乗馬が得意。ちなみに君丸は図書委員、しんべヱは用具委員、私は試験委員です。上から投げる本打ち、横打ち、逆打ち、
これは忍者ショーではない。授業に拍手はいらない。おひねりはもっといらない。めんどくせえな。もうお前ら実際に投げてみろ。はい。やべ、温泉行きたい。足に違和感が。右足にも違和感が。何ですと。両の足で犬の。新鮮やわ。おいしい。ごちそうさま。はい、そこ置いといて。ハンバーグにしよう。おばちゃん、B 定食。はい、お待たせ。ありがとう。1年生は午後授業がないんだけど、どうする？先輩、いいですか？うん。俺は犬の散歩のアルバイト。僕はお昼寝。私は上級生の授業を見学する。あくまで美しく。ちょっと怖い。
乱太郎、父ちゃんはな、忍者の仕事がないから農業の仕事をやっているんではない。忍者はな、人にあいつは忍者だとバレてはいけない。だから普段は農家のふりをしておるのだ。なるほど、よくわかりました。でも。でもなんだ。ここのところずっと農家のふりしてるね。乱太郎、負けるなよ。一生懸命に勉強して一流の忍者になるんだ。父ちゃん。それはきっとくの一教室の山本志奈先生だ。え、くの一教室。うん。どっちが志奈先生で、どっちが変装なんですか。これが変装で、こっちが本物。山本志奈です。それとも。これが変装で、こっちが山本志奈です。うん、あの人の本当の年は我々にも分からん。この学校って女の子いるんですか。うん、裏山に男子禁制の校舎がある。おいしいですよ、おいしいよ。だから男子禁制だって言ってたろ。キリコです。ん？女装したってダメなんだよ。かまぼこ入ってる。かまぼこ大嫌い。おのこしは許しまへんで。こうしているうちに1年は組に風魔流忍術学園からの転校生山村喜三太と半助、土産だ。どうも。戸部先生のお土産の源金吾も加わり、学園生活も3ヶ月経ちました。ああ、温泉行きたい。早く夏休みにならないかな。わしの名は冷えた八方斎、ドクタケ城ドクタケ忍者隊の首領である。鐘が鳴り、昼休みとなった。
ぱり忍者はカレーだよね。学園長先生、ランチを持ってきました。おいしいですよ。ご苦労。よし、ここに置いてくれ。しつこいな。でもこれが僕の仕事ですから。しつこいったら。サインをしてください。だから敵だから。サインお願いします。あ、学院長。八方斎、何しに来た。忍術学園のお昼休みを利用して学園長先生を暗殺しに来たそうです。ですから入門票にサインを頼もうと思いまして。は？昔は謎の天才忍者、今は忍術学園の学園長。お命頂戴。待て、暗殺はランチの後で。いいだろう。どうだ、わしは心が大きい悪党だろう。頭が重い。しまった。おかしら。おかしら、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 同じ手は食わん。忍術学園の昼休みは終わった。帰るぞ。私たちも教室に戻らないと。あ、思いついた。学園長先生の突然の思いつきで。夏休みを一月早めよう。は？だから今日から夏休み。みんな気をつけて帰るんだぞ。戦で家と家族を亡くしたきり丸は休みの間担任の土井先生の家でお世話になることになったのです。父ちゃん、母ちゃん、ただいま。乱太郎。どうした、夏休みにはまだ早いだろう。まさかお前、乱太郎。え、あ、違う違う。学園長先生の突然の思いつきで夏休みが1ヶ月早まったんだよ。おかえり。
して授業だと思ったから忘れちゃうんだろう。そのうちうまく投げられるさ。さあ思いっきり来い。うちの中でキャッチ手裏剣するなって言ってるでしょ。ごめんなさい。どうしたの？父ちゃんは今頃前竹城で忍者の仕事って。一流忍者に仕事取られてリストラ。ええ、心配するな乱太郎。学費ぐらい畑で稼ぐさ。余計な心配はいらん。お前はお前で頑張ればいい。豚まんの匂い。は？あ、豚まん。乱太郎、しんべヱどうしたの？パパが喜んでいっぱい美味しいものを用意してくれて、ますます太ってしまいそうだから逃げてきたの。は？ダメだ。豪華じゃないのに、すごく美味しい。もっと太ってしまいそう。そうだ、しんべ、土井先生の家へ行こう。あ、きり丸か。うん、きり丸の性格なら。夕食のおかず、ちりめんじゃこ2匹。お頭付きです。なんか文句ありますか？せめてお頭付きの目指し2匹に。やっほー。乱太郎、しんべ、どうもどうも、うん、遊びに来ちゃった。嬉しくて泣いてんの？断じて違う。お前たちが夕飯時に来るからだ。何も泣くことは。笑うこともないと思う。しょうがない。水を足して飯は増水にするよ。増やそう。増水乱太郎の分、しんべヱの分。じゃあ魚買ってくる。お頭付きのちりめんじゃこ4匹ね。おう。は？ああ、ああっていつもこうなの？一度贅沢覚えたら後戻りできねえからな。こんばんは。あ、来たんだ。サンタの分。それなに？相模の国足柄山の風魔流忍術学校の山野かなた先生からのお手紙なんだけど、重要な件だからすぐに先生に見せなさいって。あ、そうか。キサンタは風魔流忍術学校からの転校生だったよね。で、重要な件って？ちょっと見せて。うわー！大丈夫、すぐ乾かせば。うわ、大事なお手紙が燃え尽きてしまった。でも大丈夫。日曜日の手紙があるから。はぁ、ご予約ください。おう、どうしたの？実はさ。こんばんは。
土井先生はご在宅でしょうか。だ、とむろみけも先輩。こんばんは。来ちゃった。へいだよ、三次郎。土井先生、どうしたの。大変なんだ、土井先生は。ただいま。ちりめんじゃこ買って。ボサボサよ。どれも重要な話だが。嘘でしょ。まず最初にせねばならぬのは、お頭付きのちりめんじゃこをあと8匹買い足さなきゃならないってことだな。ええ、行ってくる。ちょっと待ってください。冗談だよ。はぁ、キサンタ手紙。あ、はい。まず急ぐのは庄左衛門の話だな。行くぞ。はい。え、で、どんな話。僕と団蔵は馬借の団蔵の家に馬を見に行ったんだ。ものすごくへんてこな髪型をしたやつらを見たんだ。あのものすごいへんてこな髪型はもしかして4年は組の斎藤高丸さんの仕業じゃないかと思って。斎藤高丸さんといえば元辻狩り。美しきかな、雪丸イズム。私はその継承者、高丸。二度とやらないと誓ったのに。心配だ。斎藤高丸の家に行ってくる。店が荒らされてる。高丸。先生、どうした。3日に一度はトリートメントした方がいいですよ。いや、それはめんどくさいかな。そんなことでは幸せにはなれませんよ。雪高殿まで。土井先生。金吾、お前まで。どうしてここに。戸部先生のお供で来たのですが、その時二人組の強盗が。強盗でなく暗殺者。え、つまり資格です。そうやん。本当です。どうやら深い事情が。はい、なぜなら我々が抜け人だから。抜け人。斎藤家はもともと忍者の家でした。私の父、高丸の祖父、斎藤幸丸は敵の城を探るために神湯に化けてこの町に住み着いたのです。もともと器用だったので、あっという間にこの町の人気ナンバーワンの神湯になってしまいました。そして雪丸は忙しさに紛れ
いつしか忍びの仕事を忘れて行ってるです。雪丸は斎藤家がどこの忍者隊に所属しているのかも、敵の城がどこにあるのかも、家族の誰にも話さないまま。10年前に亡くなりました。だから自分で言うのもなんですが、今やカリスマ神ゆいになった私は、斎藤家が忍者だったってことをすっかりすっかりすっかり忘れてました。僕なんてずっと我が家は先祖代々の神ゆいだとばかり思っていました。連絡があっても気がつかないだろうし。連絡がつかない所属の忍者隊から裏切り者と思われているわけです。すなわち抜け人になってしまったんです。それで暗殺者を差し向けてきたわけか。戸部先生は暗殺者を追っておられます。追跡しやすいように変な髪型に結い替えておきました。ぐっ、以上。これが斎藤家の深い事情です。暗殺者は町外れの古寺まで追い詰めたのだが、剣の無事や。お前たちはプロの暗殺者マスカラス&ドステラス。それで風魔の山野奏太先生が貴さんたに手紙を。風魔が捕らえていた暗殺者マスカラス、ドスカラスか何者かの助けによって脱走した。助けてくれ。ということはマスカラス、ドスカラスを風魔から逃がした忍者は斎藤家が所属していた忍者隊。そういうわけでもなさそうだ。というとマスカラス、ドスカラスを追い詰めた時邪魔が入った。佐々子の凄腕忍者。お前たち今のうちに逃げろ。待て。多勢に無勢だ。観念しろ。修仙を弾き返すとは何者。ちなみに修仙とは腕に固定した竹筒に矢を仕込み敵に向けて飛ばす隠し武器のことである。このような隠し武器を別名暗器という。ちなみにうどんはこうやって食う。以上解説は今回の映画では全く出番のない黄昏土器軍忍び組頭ざっとこんなもんでした。君ここ戻しておいてくれ。
改めて俺の終戦を弾き返すとは何者。戸部先生、ここは私と陸地に任せて斎藤家を頼みます。じゃあ毒殺子の凄腕忍者たちは山田先生と陸地君が。斎藤家は毒笹子忍者の所属ってことですか。いない。多分どこかの忍者隊が毒笹子に頼んで、毒笹子がさらにマスカラス、ドスカラスに暗殺の依頼を。でもそこまでして正体を明かしたくない忍者とは一体どこの忍者でしょう。とにかくここに長居は危険だ。そこでひとまずどこへ行くんですか。土井先生の家にお邪魔しよう。ここです。こんばんは。三次郎平太夫、うちをからくり屋敷にするな。いやいや、建物に入った途端落とし穴っていうのは忍者屋敷の常識でしょ。常識常識。うちは忍者屋敷じゃない。しかしすごい落とし穴だね。当然だね。なぜなら穴掘り小僧と異名を取るこの四年E組の綾部喜八郎が腕を振るったのだからな。落とし穴のとしちゃん一号です。もちろん何をやらせても超一流のこの滝屋社丸も手伝ったがな。なんでお前らがここにいるんだ。買い物途中の田村三木右衛門に会ったからです。待て、ちょっと待て。はい、じゃああっちで待ってます。いや、そうじゃなくて、田村三木右衛門。はい。何を買いに行ってたんだ。米と魚を。きり丸、その銭は。あ、おかえりなさい。さっき大家さんが来て。家賃を払ってもらいたいんじゃが。大家さん、あ、家賃と一緒にお返ししますから。あ、お米代とお魚代よ。あ、その前に、その前に出席を取る。なんでまた突然出席を。18人のはずが20人以上いるんですよ。何？出席取るぞ。伊助。はい。平太夫。はい。お前違うだろ。平太夫。はい。お前も違うだろ。平太夫。はい。何、お前から番号。123アルカリ。123アルカリ。123アルカリ。うるさい。叩き切ってもいいですか。お邪魔しております。風魔流忍術学校の山野かなた先生。ん、いつの間に。鈴鹿屋後郎先輩。おう、サンタ。おう、古沢仁之進じゃねえか。ああ。なんで古沢仁之進さんだけ呼び捨てなの。古沢仁之進じゃなく古沢仁之進だ。ああ、サンタ。僕と同じ1年生なんだ。ああ。このおじさんがなんで一年生なの。
中年になってから忍者を目指して風魔流忍術学校に入ったから老けた1年生なの。そう。おお、喜三太、久しぶり。おめえにつつこう持ってきたさ。え、本当ですか？おう、お土産。なになに？うわ、見せて見せて。山のみくじ。うえぇー、うわぁ、三次郎、大丈夫か？落とし穴掘った時に出た土砂、中庭に積み上げたのか？どっかにしよう。暗殺者としては失格だが、この際やむを得ない。あの井戸だ。毒を入れて皆殺しじゃ。どうしたんじゃ、何のことじゃ、どうしたんじゃ、どうした、刺さってる。土井先生、天井にほうきが刺さっちゃいました。こら、お前たち、ほうきを振り回して遊ぶんじゃない。あ、抜けた。じゃあ、あ、やめて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 、おお、なりゃ、一気に火薬で決着をつけてやる。斎藤親子、お呼びになりましたか？ちょっと、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 出ないでください。ここは我々風魔に任せてもらいましょう。え、吉郎、神の神。お、風の空中において一切証言なきがごとし、三度五滅し、三害を入れて猛魔を発する、これすなわち風魔なり。神の神にカッコつけやがって。てめえなんかな、この宝禄火矢で簡単にぶっ飛ばすんだ。うん、おわ、危ない危ない危ない、痛い痛い痛い。ははははくらえ。刺さった、深く。ああ、落とし穴のトシちゃん、4号です。暗殺者どうします？流星水だ。流星水？うん。そんなすごい武器一体誰が？俺だ。まさか毒佐世子が手を結んだ毒竹じゃ。まさか。俺だって。俺、いや、待てよ。聞けよ、ボラ。でかしたよ、後ろ。すごい、お釜に穴が開いちゃってる。これが頭蓋骨だったらえらいことだ。危険だ、全員家の中に入ってろ。さあ、早く早く。そうさせん。まずいな、これ。よし、味方を呼ぶか。え、味方？うわー、すごい、中庭にカリスマ髪結いの斎藤幸孝さんが来てる。何？あれ、落とし穴のトシちゃん5号です。さすがに一般人のおばちゃんたちの前では暗殺なんてできねえだろうからな。やれやれ、まったく。おばちゃんたちにはかなわん。うちの4年生が掘った穴だ。いい落とし穴だ。ところで俺の部下どもは？
わしの息子の利吉が。ドクササコ忍者以外の忍者とも戦いました。ドクササコ以外の忍者って誰だろう。臼滝忍者じゃないかな。なんで田村先輩が知ってんの。火縄銃の名人小生さんが気になることを言ってた。臼滝忍者はドクササコと連絡を取り合っている。先生。ドクササコ忍者と臼滝忍者だ。みんなボッコボコ。利吉君にやられたんだろう。なぜドクササコと臼滝が一緒に。臼滝がドクササコに斎藤親子の暗殺を依頼したということった。高丸さんの家は臼滝忍者。小休止は終わりだ。行くぞ。おっ、俺たちも行くぞ。ってなんだよ。おお、すげえ。両者とも互角に戦ってるな。よし、俺たちも戦おう。だから、いいじゃねえだろ。おおだろ。行くぞ。ファイト。頑張ろう。なんだかな。あ、マスカラスとドスカラスが逃げてくる。兄貴。金太郎おばちゃんたち、ゴミ捨てるなら今ですよ。あそこなのです。やっ、なんですよ。あれ君たち、なんでここに。一番危険な敵がこの家の中にいるんです。この上にいます。梁の上に。ん、なんでそんなことがわかるんだね。これです。これはネオダレです。この梁の上でよだれを垂れながら誰かが寝ているってことかね。その通り。梁の上でよだれを垂れながら寝るなんてのんきなことができる大物はわししかおらん。あ、ナマシゴ。あ、降りてくる。はい。なんでこのおじいちゃんが一番危険な敵なの。なぜなら、わしは臼滝忍者の狩猟だからじゃ。斎藤さん親子を暗殺しようとした張本人。その通り。それでどうするつもりなんですか。斎藤親子は二人とも神威としてなかなかの腕を持っておる。そこでどうじゃ。その腕を利用して改めて臼滝の忍ぶにならぬか。お断りします。即答。そうか。臼滝忍者になるつもりはないか。では仕方がない。これからも抜け人の斎藤親子には
暗殺者を送り続けよう。ね、より強力な暗殺者を。では一つ我々と勝負しようではないか。勝負？ふっ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 忍者の卵の忍玉とプロの忍者とでは勝負にならん。勝負といっても直接戦うのではない。まあいわば競争じゃな。競争なら自信があるけど。はい、どんな競争をするんですか。こっから少し遠いが臼竹領内に臼竹岳という山がある。この山の中腹に雨江寺という寺がある。ダメージ？ダメージ？何回タゲを受けそうな名前。明日の日暮れまでにダメージの鐘を鳴らした方勝ちとする。私はやりたいけど。いいんじゃない。一年は組には足の速い乱太郎がいるしな。何を言ってる。臼竹忍者の狩猟の話を聞いてなかったのか。ダメージは臼竹領内にあるんだぞ。敵中突破しなきゃいけないんだぞ。斉藤幸孝さん、高丸さん親子のためにも勝負したい。たとえ私たちが許しても学園長先生がお許しにならないだろう。いいな。許す。学園長先生。勝負しなさい。わしも応援させてもらうぞ。毒ガリ忍者隊の冷えた麻婆豆腐。違う。冷えた八宝菜だ。どうしてここに。わしが温泉に入った。ていたら街の水は苦いぞ。こっよ、背中を流してやろう。お前のような悪党が言うことを信用できると思うか。なにこれでも食らえ。それは今のうちに逃げ。待て、ここまで追ってきてしまったというわけだ。一
はぐみのよい子の忍たま諸君、ウスタケやドクササコに負けてはならん。忍術学園の実力を見せてやるのだ。二年生が応援に来たぞ。三年生も来たぞ。ゲゲ。四年生も。五年生もだ。六年生だ。私たちが近くにいる上級生と下級生を呼んできたのだ。みんな組、頑張ります。頑張ります。位置について、よこっち向き、こっち向き、こっち向き。先は長い、ゆっくり行こう。敵や先輩たちが、あれ、ヘレンは四年生と一緒。おそらく競争の道筋に罠を仕掛けに行ったんだ。そっか、行くぞ。僕たち2年生は一番弱そうな忍者を。は、あ、一番弱そうな忍者が来た。そういうセリフをおじさんの目の前で言うなよ。少年からの敵と接触した場合、左右に分かれる。4人組パトロール隊の基本だ。そして前衛の2人が攻撃中、後衛の2人が一定の距離を交代する。交代した2人が前衛の2人を援護する位置につくと、前衛の2人が交代する。これも4人組パトロールの交代のセオリーだ。奴らは交代しようとしている。ならばここは前進のチャンス。なんか作戦が全部聞こえてるんだけど。 うるさい。一方こちら3年生チーム6人はドクササコのヘボ忍者の一人を追跡中です。ちなみに僕は伊賀崎孫平、戸松作兵衛、淡々なカズマ、浦風島内。4人杉谷三之助と神崎左門が行方不明だ。あいつら方向音痴だからな。ここはどこだ。分からん。どうして俺たち縄で繋がってるんだ。切れてるぞ。開いた、開いた。あれは俺たちが追っかけてる毒殺作のヘボ忍者だ。うどうする。芝方に曰く、身体は疑うことなかれ。は、敵を見て測ることなかれだ。どういうこと。走ればわかる。はぁ、あ、山田天子です。こちら4年生チームです。来たみたい。ドクササコのヘボ忍者たちだ。せっかくすごい仕掛けを作ったのに、ヘボい忍者が来ちゃったよ。
あ。年寄りと関わるとろくなことない。敵の罠かもしれない。だけど本当に具合が悪かったら大変だ。ほっとくわけにはいかない。じゃあ俺としんべヱが残るから。きり丸大丈夫？いや、しんべヱが走れないんだ。僕のせいで遅れたら悪いから。気をつけろよ。いただきます。よし行くぞ。はい。こんな山道は杖もつかずに草履ばっきり歩くなんて、か弱い老人であるはずがない。じいちゃん、行ったけの OB か。バレておったか。倒れているお年寄りをほっとけないという忍たまの良い子の優しい気持ちにつき込む汚い手を使いやがって。きり丸、それ知っててどうして僕と残ったの？このじいちゃんが忍者だって分かってる。みんな心配して前に進まないだろ。きり丸、死ぬ野菜下げ、命取りになるぞ。あ、待って待って。なんじゃ。救護班の忍術学園6年は組、保健委員会委員長の善坊寺伊作です。同じく救護班の忍術学園くのいち教室ゆき。同じくともみ。戦うのはお待ちください。忍たまたちと戦って勝ったとしても自慢にはなりませんよ。うん、確かに。こんな爺さんに勝ったって自慢になりませんよ。まあまあまあ。あ、こちらに給水所を設けたので。くのいち教室特製の薬湯よ。薬湯？薬のお湯。この番号は？毒じゃない？1のおけ、2のおけ、3のおけ、どれか一つ飲んで。毒薬などすぐに嗅ぎ分けてやるわ。わからない。お前に美味しい。よし、きり丸、2番のおけも大丈夫。おっさん、ちょっと待て。これはわしが飲もうとしたんじゃ。ところだった。おめえら、その手じゃ乗らねえぞ。おいしい。寒いです。どうぞ。
負けた。忍たまに降参だ。僕、行かなきゃ。ごめん。なんだろう、頼む。ロク！え？急げなんだろう、時間がないぞ。乱太郎くんがトップのようです。え、あ、お、よし、どうやらこの勝負俺の勝ちのようだな。おーし、歯が抜けた。くそ。お堅いよ。はい。撃つのだ。ちなみにまきびしとはチャットコンナモンさん。うん。素材は鉄、木、天然のヒシノビなどなどで、四方にトゲがあり、一つが必ず上を向くようにできています。忍者がまきびしを投げて逃げる術をヒシマキの木という。ほら、毒殺族忍者。なんだ、忍たま相手にまきびし使うなんて大人げないぞ。うるせえ、こっちだって必死なんだよ。だって、分かってます。私はいつだって忍たまの味方だよ。乱太郎、ファイト。
ら何でもする。それが忍者だ。あ、なんでそんなもん持ってんだ。仕事かよ。こら！こんな長い距離。そう、二丁ある。約218メートル。そんな無茶な、無理です。日頃の鍛錬は何のためだ。こうしている間に乱太郎君が脱落したらどうなる。ドクササコ忍者に勝つには若太夫、君が撃つしかない。ダメージ運動まであと1080段。距離が長くなればなるほど当然命中率は落ちる。さらに火縄銃の構造上の問題として発射の遅延がある。引き金を引く、火皿の点火薬に着火、その火が銃身内の発射薬に回り、その直後に発射。つまり引き金を引いてから弾が発射されるまでの間にわずかな遅延がある。それが長くなれば銃の動揺が大きくなり命中精度は低下する。さらに弾道の問題がある。どんなに高速で発射しても空気抵抗でどんどん弾丸の速度は落ち、弧を描いて着弾する。この図のように水平射程と弾道は弾が上昇していく時の原点と下降していく時の落点の2点で交わる。どんなに狙いが正確でもこの落点の1点以外では弾は標的から外れる。もう少し狙いを下に下げろ。そのままでは標的の上を越えてしまう。でも火に向かっての目測は距離を長く見誤る。僕にはこの距離無理です。乱太郎君を見るんだ。
鐘楼だぜ。離せよ。万太郎、一生懸命勉強して立派な一流の忍者になるんだぞ。泣くな、万太郎。俺の部下だ。これで勝負は決まったな。万太郎。筒先が震えているぞ。狙いを定めている間、ずっと息を止めていないか。息を止めていると、小刻みに銃がぶれてくる。息を吸い、静かに吐いて、呼吸を止める。10秒以内に照準を完了する。できなければ再び呼吸をし、照準をやり直せ。なっちゃった。一体誰が。一年は組の虎若君です。忍たまの勝ち。ちょっと待て、あっちで待っておる。そうじゃなくて、はい、金をつかないで
銃で撃つのは反則だろうが。わしは最初から金をつけとは言っておらんぞ。ああ、わしは金を鳴らせと言ったんじゃ。約束通り斎藤親子は臼竹忍者隊から抜けることを認める。そんな言葉遊びじゃるまいし。何しゃがんだこの野郎。そして何しゃがんだこの野郎。お前が縄を掴んでガッツポーズなんかしていなかったら我々が勝っていたんだ。泣くな。お前はよくやった。今度たこ焼きを奢ってやるから。マジっすか。乱太郎、よくやった。でも私が鳴らしたわけではないので。虎若の火縄銃で勝った。よくやったぞお前たち。やったー。勘太郎は乱太郎。勘太郎勝ったぞ。虎若の火縄銃で勝ったんだって。どうした？乱太郎！ドラバカ。乱太郎の頑張っている姿を見て、僕も頑張って撃ったんだよ。ドクタケ忍者教室に来ればもっといい忍者になる。乱太郎、ドクタケ城に連れて行くぞ。その前に入門票にサインお願いします。うざい。忍びとはいいな。人生はよガッツラー。一年の組忍術学園に帰るぞ。がっかりしてメソメソしてどうしたんだい。太陽みたいに笑う君はどこだい。ウォーウォーやりたいことやったもん勝ち。青春なら
新しい朝必ず来るさ。